ルナ、大丈夫か？え、部屋の中に人影みたいなのが。何？確かにあそこ、何か顔みたいなのがいるぞ。どれどれ？ほんまじゃ、なんかテル君っぽい感じになってる。なんかテル君の、写真を、なんか、クラックしたらこんな感じになると思う気がする。それはつけろや。ふざけるなふざけるな、ルナちゃん、お前ただのブロコンやないか、お前ブラコンやないか、お前お前え？あー、でもさ、ある意味ホラーやな実の兄貴のさ、こういうのさ、枕元に置いてチュッチュしながら寝ようってことだろ。ある意味ホラーやな。うん、おい、ルナ？しまったー！ルナ、あれはなんだ？クッション？俺が印刷されたクッションなのか？違うんだよ、お兄ちゃん。急に入ってくるから隠しそびれちゃったの。わざわざ作ったのか？うん、脅かすなよどうしてくれるんだこの空気、お前。何かお前が襲われてるような感じがするような流れだったと、お前。最近ルナは変わったと思ってたけど、やっぱりルナはルナだった。ちゃん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 じゃないわ、お前。でもお兄ちゃん、部屋の中に変な人影がいたのは本当だよ。そうやって布がはためくような音しなかったか？そうだよ！どうして知ってるの？俺もそれを見たんだ。それで家の中を喋ってたんだよ。そうなの？やっぱり家の中に何かいるんだな。ルナ、ここにいると危険かもしれない。一緒に来てくれ。わかったよ。どうした？停電？停電か。ルナ、お前のそばを離れるなよ。うん！ああ、でも停電？さっきまでもう走ったデータが消えちゃうよ。さあ、どうなる？やっぱり電気がつかない。家中の電気が消されたみたいだね。俺はここで浮いている布を見たんだ。私の部屋に現れたのは人の形に見えたよ。人の形？うん、お母さんみたいなフードをかぶってる感じだったよ。それなんかオープニング映像の最後に見あったあれかな。あのゆらゆら動いてこっちに近づいてきたよね、母さん。確かにそう言われるとシルエットが似ていた気がするな。まさかお母さんの霊？いや、まさかそんな。ルナ、俺の部屋にライトがあったはずだ。寄っていこう。うん。あったぞ。よし、1階に降りよう。まさか、てるくんちが、ゆめみの家がこんな舞台になるとは思わんかったよな。ガチのホラー映画みたいな感じになってきた。誰もいないな。とりあえず、ブレーカーを上げに行こう。こう、廊下の土木当たりにあったはずだ。ブレーカーを上げれば電気がつくのかな？もし、霊現象だとしたら、霊力で電気を止めているかもしれないけど。一応行ってみよう。停電かもしれんけんな。
ルナちゃんがプレステ4を起動する電力が強すぎたんだろうな。なんだそのプレステ4が電力が強すぎたって。どう？お兄ちゃん。ダメだ。ブレーカーもともと上がっていた。レイか。やっぱりレイが現れたんだね。どこにいるんだろう。とりあえず一回を探してみよう。緊迫したムードが続いております。さあ一回見たけどさ、一回は一回見たけどさ、ダジャレじゃない。別にダジャレ言うよつもりはないんやけど、どこだこれ。よっしゃ、あーとりあえず上から行こう。上から潰していこう。リビング、電気つけっぱだったよな、ここ。あれ？あ、そうか、消えとんよな。そりゃそうだよ。停電だってさっきから言ってるじゃないか。つけっぱにしとったら意味ない。むしろつけっぱにしとったから電力が多く使われたみたいな、そんな、それはないか。誰もいないな。ネコロナはどこに行ったんだろう。そういえば、どこに行ったんだ。ねえ、探さないと危険なんじゃない？あいつ、逃げ足だけは早いはずだけどな。ここじゃない。このさ、なかなか何も出てこないっていうところが逆に怖いよな、出てきた時が。まさかこれ、このゲーム内のさ、日にちさ、13日の金曜日だったりせんだろうな、お前。突然のコギリ持って、チェーンソー持った仮面をかぶった男が出てきたりせんだろうな、お前。大丈夫か、お前。誰もいないな。念のために包丁を持っていく？いや、相手がレイだったとしたら気をつけるのは難しいぞ。かえって俺たちが怪我をしてしまうかもしれない。包丁に頼るのはやめよう。うん、わかった。けど、過去にレイを3時半前倒したことはあったよな。まあ、危険なんだったら分かったら分かった。危険なんだろ？分かった。よっしゃ、トイレ行こう、トイレ。これ、母の書斎に何かあると見たから、トイレを先に行きますよ、これ。そういう感じで行き、トイレ行きますよ。綺麗やな。誰もいないな。その蓋を開けたら、いるんじゃない？そういや、そんなサイズ感じゃないだろう。他の部屋を探ろう。うん。お？まだパタパタ読んで。パタ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 。ルナ。お兄ちゃん、あの音。ああ、あの部屋からだ。書斎か。残る書斎か、やっぱ。おお、もう選択肢に母の書斎しかないやないか、お前。ここですから、ここに来てください、みたいな感じになったらやん、お前。いたぞ。うわー、マジで浮いてる。いないく誰だか、やっぱりいないく誰だったんかな。母の書斎で何をしてるんだ。母の書斎ってことはもしかして書斎なんか文献狙いか、何かを探しているのか。お兄ちゃんどうするの。逃げられないようにいきなり声をかけるぞ。うん、うん。よっしゃ、照らせ。おお、そこで何をしている。こっち向いて、相手も逃げようとしている。あ、え、くそ、また逃げられた。今度は壁の中に入っていたぞ。壁の中に入っていたって何それ、どういうことだお前。あ、お兄ちゃん、あの人影、やっぱりお母さんだよ。え、今テライトで照らして一瞬だけど、すごく似てたよ。マジでか。え、お母さん生きてる説がこうなってきた。でも霊体、生きてるのか死んでるかわからない。まさか母さんが霊になって現れたのか。母さんはやはり死んでいたのか。ここで何をしてたんだろう。
椅子がずらされている。あの霊がやったのか。え、ここに何かあるのかな。もしかして隠し扉とか。後ろの壁、壁には入っていったって。ちょっと触ってみようぜ。なんかあるんちゃう、スイッチとか。ない。ああ、ルナちゃんそう思うよね。なんかこういうよくある隠し扉的な定番のやつよね。ないんか。ただけだ。何か空間があるような気もするし、ないような気がする。わからないんだね。ああ、これだけじゃわからない。なんなんだこの壁。本当に何もないのか。何か不自然な気もするけど、じゃないと椅子が動かされた理由がわからない。お母さんだけが嫌いでしか気があるとか。母さんだけが。そんな、何のために。お兄ちゃん、ここで試してほしいことがあるの。なんだ、まさかお前、開けごまじってみてとかいう、そういう定番なことを言い出すんじゃないだろうな、お前。ドリームリンク。え？お母さんが秘密を作るとしたら、他の人にはできないことで隠すと思う。そんなお母さんが作った能力は。夢を見つけろ、ドリームリンクか。うん。確かにそれなら俺たち以外は使えない。それに、まずかお兄ちゃんがここでドリームリンクを使うとは思わないでしょ。弓の入り口じゃないからな。そのモーデンをついた仕掛けってことか。なるほどな。試してみる価値はありそうだな。やってみて、お兄ちゃん。ドリームリンク。お、反応した。扉がある！な！扉出てきた！なんだ今のは。一瞬だけ夢に入って、壁が消えた。ほら、やっぱり！ここに何か隠してたんだよ。おい？壁が消えて空間が現れたぞ。あああ工作研究室でなんか生物兵器研究してましたみたいな感じのガツになってる。バイオハザードじゃないんだぞお前このゲームは。引き欲だぞお前。引き欲、夢見てるってタイトルだぞお前。地下だ。なんでこんな手の込んだことを。母さんの霊はこうしたい言ったのか。行ってみようよお兄ちゃん。怪しい術式の研究をしているのではないだろうか。母さんの霊が現れた理由。まさか、母の死の謎が、この先に。そりゃ行くでしょうが。ま、いいや。今日は寝よう、ルナ。うん、おやすみ、お兄ちゃん。みたいな、そんな話になるわけないだろうな、そりゃ。そりゃそうだわ。ここまで来たら行くしかない。家の地下にこんな空間があったなんて。知らなかったね。今まで知らずにこの上で過ごしてきたのか。あそこ、扉があるよ。まあ、予想がつかんぞ、この先に何があるなんか。開きそう？鍵はかかっていないな。あの例に注意しよう。開けたら飛び出してくるかもしれない。うん。これしかないやん。これさ、こうちょっと壁調べに行ったら、実はここになんかボーンって隠しスイッチがあるとか、そうないよね。わかりましたよ。開きます。レイはいないようだな。部屋だ。ここってリビングの下くらいかな。こんな部屋の上でくつろいでと思うとゾッとするな。なんなんこの金庫。金庫かこれ。なんでこんな広い部屋に金庫一つしかないなって話になるけど、なんこれ。金庫。母さんの霊が探していたものなのかな。
何が入ってるんだろう。開けてみる。おお、どうした。ええー、これもし記憶の呪いに関係するの。ダメなの。ここまで来てダメなの。開けちゃいたいよ。どうしたの。ここに入っているものは、おそらく母の秘密に通じるものだろう。ルナ、俺は本当に開けていいのか。え？俺がそれを知りすぎたとき、色欲が発動する。え？そうなんよな。今、俺たちの夢の力を狙っている誰かがいる。でもそれはきっと母の代からあったことだったんだ。母の霊が現れたのはこれを俺たちに探させるため。母の死の謎につながるものがこの金庫の中に隠されている。この中に母さんが伝えたいものが入っているんだろう。だけどそれを俺が知ったら色欲に乗る破滅が今ここで起きるかもしれない。だから俺にはこれを開けることはできない。そういうことになるよな。お兄ちゃん、そこまで知ってたの。ああ。でも、この中には、私たちを狙う人たちの重要な手がかりが入ってるかもしれないんでしょ。それは、そうだけど。なら、私は開けるよ。ルナ。それならお兄ちゃんが死にすぎないで。そうでしょ。確かにそうやな。でももしお前その中の宝が宝じゃない宝かもしれんけどさ、もし金目のもんが出てきとったらさ、お前テル君に内緒で何でも鑑定台に出して鑑定してもらうだろうお前。それで高額だったらどっかで自分のものだけにしようみたいな感じするだろうお前。お母さんの秘密は私の中で止めておくから。ルナ、ダメだ。ルナにこれ以上負担をかけさせたくない。ルナは4年前からずっと色欲の秘密を隠し続けてきたんだ。俺の知らないことも全部。どうしたらいい。どうしたらルナを守れるんだ。変われ変われ。初めてのパターン。ちょっと待って。待ってくれ。え、マジでさ、この体に、あいつに乗っ取られるん？え？闇手で出てくれ、これ。これ以上、ルナを巻き込むわけにはいかない。お前では、ルナを守れなかったか。ちょっと、待ってくれ！お兄ちゃん、どこを見てるの？誰に言ってるの？出てくる？お前には荷が重い。交代だ。ちょっとそんな交代システムとかあるの？ちょっとパイロットチェンジとかやめて。待ってくれ。